皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は7月23日火曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。元お嬢様と女中という権力勾配に加えて、介護する側される側でもあり、雇用主と従業員でもあるたまちゃんにとっては相当きつい。しかも涼子様が強く正しく美しいからこそ、たまちゃんからはそれが辛いなんて言い出せないのが余計にね。たまちゃんだけが塾の先生をしているのも、お店が利益より客層の良さや無理しない経営を優先しているように見えるのも、涼子様は自分のためだけでなく、たまちゃんの気持ちも考えてのことだと推察します。だからこそ元女中のたまちゃんは苦しいのかもしれませんね。涼子様の優しさが逆に辛いのかも。きっとやろうと思えば結婚後も挑戦できた。しなかったのは私よ。今現在も司法試験に挑戦できないのは自分がいるからだって感じているんでしょうね、たまちゃんは。あー、ヨネさんか梅子さんに新潟に来てもらってアドバイスを送ってほしい。たまちゃんのことを気にかけていた彼女たちなら何か解決策を示してくれるんじゃないでしょうか。ハルさんやユウゾウさんが法廷劇を演じていたのにはそんな理由があったのか。確かに直子が京和事件に巻き込まれてからは家族に当てはめてなかったですよね。成人と未成年の間で起こった傷害事件、智子はこれを何に当てはめてどんな判決を下すのでしょうか。ドラマでは麻雀初心者だった智子ですが、モデルの三淵よし子さんは幼い頃から父親や諸生たちと朝まで麻雀を打つほどだったそうです。合理的な思考と相手の心理を読み切った上で勝利を手にする、これって少し弁護士の仕事と似ていますよね。麻雀を覚えた智子は放送家としてレベルアップするんでしょうか。事件を自分の家族に当てはめたって、おいおい智子、あなた春さんを犬に当てはめてたってことかい。ちょっと笑っちゃったよ。他人の気持ちに寄り添えるようになった智子と友達を作ろうと輪に入る由美ちゃん、新潟へ来て2人が同時に変化していくのがすごくいいですね。涼子様はなんだかんだ外とコミュニケーションを取ることができると思うけど、たまちゃんは気持ちを吐き出せる場所がないですよね。新潟へ来た頃の智子と由美ちゃんと重なります。外で働く智子と一人ぼっちな由美ちゃん、二人の元には稲さんが来てくれたけど、ライトハウスには誰か助っ人が来てくれるんでしょうか。あの日の毒まんじゅうが人気メニューに、食べ物から記憶が呼び覚まされることってありますよね。涼子様、検証は無意味だって分かってたのに、みんなで集まりたいからって学長が劇の台本を改ざんしていたことを黙っていたんですよね。そのおかげでみんなの絆が深まったり、新潟でも多くの人が笑顔になっている。素晴らしいですね。それにしてもどんな名前で呼んでるんでしょうか。さすがにお店の中で毒まんじゅうとは呼べないですよね。そっか、稲さんは花江ちゃんの実家で女中をしていたから、幼い花江ちゃんの面倒も見てきたんですよね。花江ちゃんに懐いていた由美ちゃんが稲さんに懐かないわけがないですよね。花江ちゃんもそれを見越していたのかも。はあ、一本取られちゃったな。今日の放送では、貧困が理由ではない少年犯罪も増えているというセリフが印象に残りました。このあたりが由美ちゃんの件とどう絡むのか、
少し心配です。昭和のドラマでよくあった不良に絡まれている真面目な男の子が主人公の後ろにささっと隠れるシーン、今日の深田さんと智子を見て思い出しました。智子、いつの間にか名実ともに三条支部のボスになりましたね。怪獣が無理と分かった途端に露骨に舌打ちをしたり、麻雀大会への申し出を断ったり、あからさまに智子を避け始めた杉田弁護士、地元に波風を立てないように動いてきた彼が自ら波風を立てていくスタイルを取る、これは近々全面戦争が起こりそうな予感。細かいことだけど、車椅子のたまちゃんに対してしゃがんで目線を合わせる智子が良かった。対等であることを示してますよね。さて、彼女は何を話してくれるんでしょうか。休みの日は休んでいますねと言っていた高一、実際にはチェックシャツを着てカフェで麻雀の本を読んでいましたね。なんとも落ち着いた休日を堪能されているようです。というか高一って子供いるんですよね。いくつくらいなんでしょうか。裕福でしょうし、彼の家にも使用人がいるんでしょうか。いや、子供は東京に残してきているのか。俺にはわからん。なるほどが口癖で、相手の気持ちを察する能力が高い高一だけど、あの日のおまんじゅうのおかげですという涼子様の謎すぎるセリフに、はてという顔をしているのがすごくよかった。涼子様は変わらず上品な言葉遣いなんだけど、なんか違和感があるなぁと思ったら、前より謙譲語が多いんだなぁ。ユミちゃんの刺繍ってもしかしてカーネーション？ナレーションの小野真知子さんがヒロインを演じた朝ドラ、カーネーション？ねえお母さん聞いて、イネさんすごいんだよ。刺繍がうまいだけじゃなくて、手のひらからカメハメハーっていうのを出したり、腕や足がゴムみたいに伸びるの。あとね、バルスっていう滅びの呪文も教えてもらっちゃった。お母さんにも教えてあげるね。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど、周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は、画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。